かからんのです。重くなるとこまで引いて、ちょっと無理か、ちょっとこっちを押さえてください。この感じとか全くかからない。火花は飛んでますね。このエアクリーナー外して、この辺の4本のこれですね、ネジ緩めて、たらキャブレーターが多分出てくるんじゃないかなと思います。はい、取れました。まだここの裏にキャブがあるな。ちょっと一回切ります。なんか縦動画になってるか、ごめんなさい。これね、この2本、火花出てるのと、あとね、あのちょっとプラグ見てみます。プラグのね、先っちょすごいですよ。切ったのがあって、これなんかガソリンの状態が良くないのかな。かぶってひどい。フロートボール外してみましたけど、特にねそんな汚くはないんですけど、多分ね、ここのど真ん中、ちょっと映ってないかな、ちょっとちっちゃい穴が本当は向こう見えるような穴が開いてると思うんですけど、そこ詰まってますね。その詰まりのせいでガソリンがいってないっていうことなんじゃないかなと思います。片手なんであれなんですけど、ここにピシュッとエアを飛んじゃうな、今やったら。あ、こんな感じでエアを吹いたらですね、ちゃんと向こうが見えるようになりました。でちょっと映んないかな、あ、映ってんな、ちょっと穴開いてるの分かります、ちっちゃい穴。多分ねこれだけだと思います。あとこのフロートのバルブ、フロートバルブのところとかもちょっと一回バラしてみたんですけど、全然詰まりとかもなかったです。寒いからね。